皆さんこんにちは、おむつです。本日11月22日日曜日、浅草で開催されましたアクアリウムバスとトンブリッジに行ってきました。はじめに言いますと、今回生態のお迎えはしていません。用品をいくつか買いましたので、どんなものを買ったのか紹介したいと思います。今回のイベント、アクアリウムバスに関しては出店者かなり少なくなっていたかなと思います。その分お客さんも少なかったので、かなりゆったり見れる印象でした。で、対してトンブリッジはやっぱりすごく時間帯ごとで区切っていたとしても盛況な印象でしたね。今回午後の回から行ったので、午前どんな生態出たのかなというのはすごく気になるところでありましたが、午後もかなりいい生態たくさんいました。でも私は今回クレスの親子帯で綺麗なメスのアダルトがいたらお迎えしようかなと思っていたんですが、ちょっと巡り合わせはなかったので、生態のお迎えは延期にしております。それでは用品のレビューをしていきます。どうぞご覧ください。まず一つ目に購入したものですが、すでに我が家では使用している亀屋さんのスペシャルフード、通称スペフと言われるやつを購入しました。栄養面がバッチリというのももちろんですが、リクガメの餌食いもすごく良くなるんですよね。我が家はリクガメだけではなくて、フトアゴですとか青ジタの餌にもこのスペシャルフードをかけてあげることがあります。結構いい値段するものなので、イベントでちょっと安く買えてよかったです。で、次こちらの大きいものなんですが、ちょっとツイッターで告知されてて気になっていたカメハメハというものを買ってみました。リクガメ喜ぶ食用サボテンということで、うちわサボテンの仲間みたいなんですが、トゲがないサボテンみたいですね。で、次がこちら、もう皆さんおなじみのイケエファクトリーさんのハニーワームですね。最近迎えた烏帽子が水分不足にならないように、ちょっとハニーワームもあげたいと思って購入をしました。で、こちらの保冷バッグに包まれているもの、何かと言いますと、かの有名な小林昆虫さんで購入をしたものです。この大きなカタツムリを購入しました。特大と書いてあるだけあって、かなりのサイズですね。ちょっとこのまんま食べるのは難しそうなので、ちょっと砕いた上で北青ジタトカゲにあげたいと思います。青ジタ野生下でカタツムリ食べてカルシウム補給しているということも言われているんで、きっと好物だと思います。で、こちらの大きい保冷バッグに入っているのが、今回初めて見ました、こちらです。皆さん何だか分かりますか？コオロギ練り込み麺って書いてありますね。なんだこれ、なんか背泳ぎトレーニング中のイエコが入ってましたね。なんだかシャレが効いてていいですね。で、メンマとかチャーシューとかスープの中にしっかり入ってますね。このフレークは何なんだろう、何なのかというと、コオロギラーメン、こちら買ってみました。だしにもタレにも麺にもトッピングにも全部コオロギが入ってるみたいです。で、私別にこういう昆虫食好きじゃないので、明日コラボする YouTuber さんにちょっとプレゼントとしてあげたいなと思ってます。どの YouTuber とコラボするのか皆さんこうご期待ください。はい、今回購入したものはこちらで以上になります。で、今回用品を変えたのもすごく良かったんですが、爬虫類 YouTuber の方にたくさん会えたのがすごく楽しかったです。はちゅまるさん初めてお会いしましたし、亀山さんも実は初めてお会いしました。で、あとはプニコさんとかワニさんとか亀丸子さんともたくさんお話ができて、すごい楽しかったですね。こうやってイベントの時に同じ爬虫類という趣味を持っている YouTuber の方といろんなお話ができるのが本当に楽しいですね。では今回の動画はこれで以上になります。今回の動画はいかがでしたか？この動画が良かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。